スマートグラスとはヘッドマウントディスプレイ方式の拡張現実型ウェアラブル端末。一般的にはカメラと網膜投射型のディスプレイを搭載しており、PlayStation VR、送るスリフト、HTC VIV のような没入型デジタル環境とは異なり、実際の景色に重ねて表示することができる。一般的には単体では機能せず、Wi-Fi などによって、 スマートフォンやインターネットなど外部のコンピュータネットワークと接続して機能する。自然言語音声認識機能により音声コマンドで各種操作が行えるインターフェースを備えている機種もある。バトルスカウターのように SF の分野では定番のアイテムとして以前からあり半導体素子や MEMS など関連技術の進歩とともに開発が進められた。 スマートグラスの開発の歴史は、拡張現実の開発時を同じくしており、当初は1970年代より軍事目的として研究が進められてきた。その後、小型軽量化が進み、現在の姿になる。中国では人工知能と連動させて政府が市民を顔認識で監視するサングラス型のスマートグラスが警察に普及して物議をかもした。 主に大学などの研究機関で基礎的な開発が進められてきたが、Google が Google グラスを発表したことで認識が広がり、現在では数社から発売されている。ありがとうございます。